振り返りっていいかなと思ったりするんですよ。やっぱりね、31日になった時に、意外とやり残しって捨てると思うんですね。なので、自分でね、点検しておくのはいいかなと思ったりするんですね。やっぱりね、2月になって、4日が本当に暦の上でね、新春なんですよ。ね、新春、立春ですよね。なので、それまでにやっぱりやり残しって でなないいいい方がいいじゃないですかだからちょうどね12月31日までにやり残しがないようにこう綺麗にお掃除するであったりとかお家をきれいに飾ると一緒なので今日は一番は1月のねやり残しがないか見つけるということですね見つけてそれをね、まあ、今日中じゃなくてもいいから今日を 2月1日、2日、ね、3日まで、ね、この4日間あったら十分できると思うのでね、ちょっとするのはいいかなと思ったりします。2月4日から立春で、こう、なんかエネルギーが、本当気が変わるんですよ。あの、うさぎのぴょんぴょんの木からね、本当龍の木に上がっていくのでね、あの、その木をね、やっぱりしっかり受け取るというためにはね、 やっぱりこうね、自分の中でもやり残しがあるとなかなかね、じゃないですか。ね。うんうん。やつね、振り返ることによってね、やっぱ1月ありがたかったなっていうことってあると思うんですよ。私もやっぱりね、1月ありがたかったなっていうこととかあるんですよね。で、やっぱりそういったことを、ありがたいな、感謝やなっていうことを書くっていうことですね。だからやり残しとありがたいをセットにするっていうことはすごいかなって思ったりします。やっぱり私もね、 1>, 1月1日ライブさせていただいて、本当にたくさんの方が聞いていただいてですね。で、その後に、こう、自分ごとでは、母がね、入院するっていうあれで、本当大変だったんだけど、本当にこう、順調よくうまくいって、本当奇跡のような回復を見せていただ,きい,ただいてね、ありがたいなって、なんか本当これって、ある意味神様の力なんかなとか思ったりしてね、本当ありがたいなっていう感覚がね、すごいあったりとか、やっぱりこうね、お客様とのやりとりとかで、なんか、 こんなんで良くなったんですって聞くことが私はありがたいです。なんか嬉しいなって、すごい良かったんですとかね、聞くと、は嬉しいなって思うんですよね。昨日もね、面題店さんのお話し,したじゃないですか。そしたらね、LINE で、あの、お客様がね、報告させてくださいって、長文ですって書いてあってね,ね。私、しっかり全部読んでるんですよ。あの、ただコメント、あの、お返しができない場合が多いのでごめんなさいなんだけれども、読ませていただいたんだけどね。 えっと、行きたい弁大天様のところが遠い場所だったんだって。で、でも一生懸命行ってたんだけれども、あの、家のやらないといけないであるとか、まあ、お迎えとかあったのかなって、そういってことで、まあ、帰らないといけないということで、一旦、お家に帰ってきて、ああ、今日は行けないな諦、諦めたんだって。そしたら、旦那さんがね、あの、いらっしゃってね、あの、たまたまその弁大天さんの方向にね、あの、行く。 ことが分かったんですよね。地図を見せたんですって、ここへ行きたいんだけどって言ったら、いや、ここへちょうど行くと。だから、昨日はね、その、あの、ちょっとね、ややこしいそうなんですよ。山のね、なんか書いてあります。山の上の弁財天さんみたいなんだけれども、そこに行けたんですよって、こう、ことをね、書いたのを見させていただいてね、ああ、嬉しいなって、私もありがたいなって。 弁財天さんの絵日の日にね、お話したことを、まあ、実行されて、また、ね、これも神様つなぎだと思うんですね。そういった神様がつながっていくっていうことができたっていうのが、すごい嬉しいなって思ったりしたんですね。なので皆さんもね、何かありがたいな、嬉しいなっていうことがあると、まあ、そういったことを書かれるといいかなって思ったりします。やり残しとありがたいなっていうことですね。そうそう。昨日、今日ってね、結構ね、なんかいいご報告多いんですよ。 あの、クライアントさんにね、クラファンって知ってますクラウドファンディング。ね、結構される方多かったりするのねで、その時に、あの、応援してくださいっていうね、こう通知とか来るとね、私もあのさせていただいてるんですそしてね。あの、今回ね、あのクラウドファンディングで成功された彼女っていうのがね、アルマの関係のお仕事なんだけれどもね、成功しましたって、で、まあ、昨日、 そういっっったたたことを送ててきてくれかからよかったね。またあのさらにね、たくさんの方にお届けできるようになったらいいねっていうことを送ったのね。そしたらね、また彼女がこう返信してくれて、ね、また今日朝見るとね、私、やっぱり応援される人ってこうなんだなって思ったことが一つあるんですけど、彼女はお礼は言って。 くれてるの、ね、ありがとうございますってそれを本当にありがとうございますっていうのが本当深いんですよね。でさらにね今日ねあの美佐子先生のおかげですっていうその一言を入れはるんですよ。全然そのおかげとかないんですよ。でもねあこれがねあ応援される人やなって思ったんですよ。やっぱりねあのー たくさんの方、私、クラウドファンディングで、ね、応援させていただいてるけれども、やっぱりね、ほんと最後の最後までそういったことを、こうなんか言っていただくと、やっぱこちらも嬉しいじゃないですか。やっぱり顔を応援される人って、やっぱそういったとこなんだなってすごい思ったりしたんですね。で、またその彼女がね、すごいんですよ。偉いなと思うのは、まあ、私がね、ご紹介したから、 みさこ先生のお客様の何々さんがこう購入してくれたんです応援してくれたんですってことをいちいちこう報告してくれるんですよそういったのもねすごいなって思ったりしましたやっぱり人って人とつながるじゃないですかやっぱりそういった時のつながりのご縁ってたった一言何かこうお声をかけるっていうのはすごい大切かなって っって思ったりしてるんですね本本当当なのでねぜひぜひなんかそういったこともねこう参考にされるといいかなって思ったりしますねぜひねあの今日もねまだあの31日なのでねちょっとこう1月のお礼にね氏神様とか産綱神社とか神主様とかにねあ,のありがとうございましたっていうことをお伝えに行かれるとね土地の神様とのつながりは 悪難の進行パイプが太くなりますねううん、うん。一つねあなんか私の中ですごくあこれもう一度お話しそこうかなっていうことがあったんですよそれはねあの7転びやおきっていうお話をしようかなと思ったのね昨日あのね失敗 ででで恐れたたすすよよっていうことをお話し,したんですよ失敗するからこそ成長があるんですよっていうことでね。人ってね、私いつも言ってるけど、いいことばっかり起こるわけじゃないですよ。いいことと悪いこと、同じ分量みんな起こるの。ね。 その時にどんな風に受け止めれるかだけなんですよ。なので、そのダメだったなっていうのはプロセスだって思ってですね、ね受け止めるっていうことで、これ意識が変換するっていうことなんですよ。これがね、ある意味、次元上昇っていうことにつながっていくんですね。なので、皆さんが毎日何かあった時に、どんな風にね、するか。 っていうことで、意識を変えることによって、自分がね、次行くステージは変わるの。ね。なので、ぜひね、そういった意味も持ってね、すべてがプロセス。ね。すべてが陰と陽がある。そしてね、やっぱりね、なんか転び、やおきっていうのをね、やっぱり昔の人はいいこと言ってるなって思います。ね。7つ転んでも8つ目起き上がれるんやったらいいじゃん。ね。 そうでしょ。ずっと起き上がっててもしんどいよ。寝るときなかったら。うん。やっぱりね、あの、しんどいときとか、うまいこといけへんときってね、ある意味、自分自身が、こう、ゆっくりしましょうっていう状態なんですよ。なのでね、そうやってゆっくりしましょうっていう状態を受け止めるっていうことも、私はやっぱりすごく素晴らしいことだと思うんですね。そういったことを受け止めるっていうことを、すればするほどね、 自分の意識っていうのは上がるんですよね。なので、やっぱりね、してもらったらいいかなって思ったりします。今日はね、あの、1月の振り返りをする。で、2つ目は、感謝をする。ね、感触、2やっぱり感謝とセットなのでね。そうしてですね、あもう人,えー、人生、七転び、八おき。ね、七つ転んで八つ目起き上がるっていうこと。ね、この、 きえーのね、7つ転ぶっていうのも本当プロセスやからもうどん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 受け取ったらいいですよ。私も本当にもう毎日転んでますからね。だから皆さんもね、一緒にコラボそして起き上がったらいいんですよ。だから7転びや起きっていうのをね、ちょっとね、なんかこう手帳とかに書いてといてもらったらいいかなって思ったりしています。今日も本当にありがとうございます。